はいどうも、藤根 130kg です。ちょっとね、出先なんでスマホの画面で撮ってるんですけど、今日からドラゴンボールの一番くじですね。あのドラゴンボール VS オムニバスグレートってことで、1月13日の金曜日から発売です。新年初のドラゴンボールくじですね。まあちょっとざっと賞を見ていきましょう。まず A 賞の孫悟飯、こんな感じですね。 A 賞の孫悟飯、今回メガネバージョンで、ちょっとかっこいいですね。これレンズついてんのかな。レンズついてるとね、よりなんか リアル感あっていいですけどね。で B 賞のピッコロ、ほとんどアソート1なんですよね。確か D 賞の孫悟飯以外がアソート1だった気がします。で C 賞の孫悟空、これあのムキンクスの造形使い回しって言われてるんですけど、ちょっと賞味気になりますね。結構かっこいいから欲しいなこれ。で D 賞の孫悟飯、これがアソート2個だったのを覚えてるんですよ。こちらアソート2です。で一番狙ってるの多い E 賞と F 賞、このメカフリーザと、かっこいいメカフリーザと F 賞のコルド大王。このコルドが実質大当たりやろうな。この画像ベースで見ると艶消しもすごいされてて、めちゃめちゃね手の込んだフィギュアですよね。はいはいはい。でくじの中ではまあ多分この辺が一番人気、 E と F それぞれアソート1ずつしかないんで、で僕も今回この EF をとりあえず狙いたいなと思ってます。で G 賞のアクリルスタンドに、H 賞のスクエアアクリルスタンドで、 J 賞のタオルで、ラストワンがこれ岩倉さん造形のセルですね。いやーすごいね、やっぱこう体の作りが細かいですよね。造形とかこの筋肉の手の込んだ造形がちょっと楽しみです。実際 E 賞のメカフリーザと F 賞のコルド大王を早期に引き当てたら、ちょっと後日に見送ってもいいかなって感じですね。ちょっと相場見てる感じね、初日だと2万ぐらいいってるんですよ、このラストワンのセルが。だからその辺とちょっと勘案して、E と F 引き終わった後に残りの枚数見てちょっと決めたいなと思います。濃いから欲しいけどな。顔が当初より変わったって言われてるんですけど、それはちょっとゲットしてから確かめてみましょう。うん、よし、まあとりあえず行ってきます。一旦動画内では EF 狙いですね。はい、今ね見えるかな、13日の金曜日の4時40分です。今からコルド大王とメカフリーザを当てに行きます。1店舗目到着しました。1店舗目やってないです。寒いね、やってるかな。はい、結局ね昨日の夜開催店舗がなくて結構探したんですけど、どこでも引けなかったんで、で今からちょっと再度探しに出たいと思います。Twitter とかで見てもまだ開催されてるとこが極端に少ないみたいなんで、やってそうなところをねちょっと見当つけて、なんとか頑張って探してみたいと思います。おー、当たってる。5回までか。ドラゴンボールのくじ5回お願いします。並び直しありみたいなんで、もう一回行きます。はい、5000円お預かりしております。はい、こちらからお取りください。上から3、5、はい、はい、足らへんな。 J 1個ありますね、1個ありますそうですね。あーそうなんですか。はい、あーただコルドとフリーザが欲しいんですよ。そうなんですよ。はい、じゃあ上から、はい、
大丈夫です、はい、はい。もう5回お願いします。はい。あ、太りました、はい。これを F 章が当たりました。いやそうですね、あとでもあとフリーザがあと当てれたらもう終わりなんですけど、もう5回で、もう5回で、はい、はい、もう残りがそんな多くないですよね。どんどん2、3、4、5で、はい、いらっしゃいませ。 H、 お、いい勝負、やったいやそうですね、なんかもう、もう D、 あ、D も来た、うわすごい当たった。あ、よかったです、ありがとうございます。はい、もういいですか。はい、大丈夫、はい、ありがとうございます。合計25回でフィギュア4個っていう神引きでしたね。やってきました。これちょっと大勝ちしてしまったんじゃないかな。合計25回でまず A 賞の孫悟飯と D 賞の孫悟飯、今回孫悟飯引き強かったですね。これ来たらね、あの C 賞のあのムキムキの悟空も欲しかったんですけど、ちょっと一旦撤収してきました。でさらに最強なのが E 賞のメカフリーザ、これすごかったな。これもパッケージからでもデッキの良さ伝わってきますもんね。これちょっと開封楽しみです。でさらに、まあ、ラスト1除くと今回のくじの大目玉ですよね、このコルド大王。いやこれすごいな、ちょっと傷入ってるけど、まあ仕方ない。これはいやーこれめっちゃすごい。はい、こんな感じで25回で4つフィギュアゲットできました。てかまあ普通に神引きですよね。これはもう大勝ちしてますね。ラスト1まで残り多分 2,30 って状況やったと思います。でちょっと引くか迷ったんですけど、まあもしかしてこの後ゲットしに行くかもしれないっていう感じですね。はい、まあでもラスト1はまたでいいかな多分ね。他今からもあってもまだ開催でもないんで、一旦これでこの動画切るんですけど、せっかくなんでねこの辺開封していこうかなと思います。じゃあちょっと開けてみます。ちょっとね家に帰るのがすごい遅い時間になるんで、このまま車の中でねちょっと早速見ていきましょう。もうちょっと早く見やな。ほらほら見て、ブリスター、うわすげえな、これブリスターに堂々と入れてくれてるのはやっぱ嬉しいですね。今回逆に入ってるな。こんな感じです。うわすごい。ちょっとじゃあブリスターからも出していきましょう。はい、開封しました。ちょっとね車の中なんで暗いんですけど、こんな感じですボリュームがマジでね半端じゃない。このちょっとメカフリーザから手に取ってみましょうか。でメカフリーザなんですけど、この尻尾を支えるパーツがあって、この後ろ側にクリアパーツを置いて支える感じです。まあ、尻尾がだいぶねごついんで絶対後ろに倒れちゃうんで、そのパーツがないと立たないかなっていう感じですね。メカフリーザっていうとね情報量が多いじゃないですか。シンプルな体じゃなくてこう体の一部がねこうメカになってるんで、こんな風な感じで改造された跡があるっていう、そこをねいい感じにこう表現してくれてて、フィギュアとして飾った時に面白いですね。これうわーすごい、メタリックの部分はすごい光沢があって、こうよりねメタル感があります。この辺とかが若干こうテカるなって感じですね。まあでもテカる方がいいのかな、まあ、その辺はこう個人の趣味かなっていう感じですね。ただまあこう全体で見た時にすごい満足感の高いフィギュアだなっていう感じです。いやいいわこれ、
ちょっとまた帰ってね、ゆっくり見たいと思います。次コルド見ていきます。コルド大王です。めっちゃ重い。コルド大王はね、これはマジでめちゃめちゃクオリティ高いですよ。まず顔がめちゃめちゃ似てますよね。前に出てたジーマのコルド大王よりもこっちの方が、原作に近いかなって感じがします。目つきも鋭くて、多分この顔の方が好きな人多いと思いますね。こうネットとかの反応見てる感じでも。で、多分今回くじの中で、まあ、ラスト1除いて、ラスト1持ってないんでまだ比べれないんですけど、一番手の込んでるフィギュアこれじゃないかなって感じがしますね。とつや消し塗装とかもすごいされてて、フィギュア全体に高級感があります。どんな感じやろ。クーラーの最終形態の一番くじのフィギュアあったじゃないですか。なんかあれぐらいの満足感がありますね。ちょっと裏側も見ていきましょう。これね、ちゃんと尻尾がね、生え際から作られてますね。で、裏側の尻尾もテカテカしてなくて、結構いい感じに艶消しされてます。いや、すごいね。はい。で、コルド大王、平らな場所に置いてみると、このままでも自立しました。足がすごいでかいんで、このままでも立つって感じですね。クリアパーツもあったんで、クリアパーツつけるとより安定するのかなっていう感じです。出先で撮ってるんで、あんまりこう綺麗に撮れないんですけど、まあ、一応並べるとこれぐらいのサイズ感で、まあ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 いい感じかなと思います。コルドがもうちょっとでかくてもいいのかもしれない。これはね、満足度高いんで、ぜひこの2体はゲットしてほしいなって感じです。はい、ということで、まあ、ちょっとラストワンまで届かなかったんですけど、まあ、残りまだ残数3,40あったんで、さすがに、うん。で、5回制限で買っていくのもね、そんだけ全部買うのもめんどくさかったんで、ちょっと様子見て、後々ゲットしようかなって感じです。ということで、ちょっとまあ長い旅になったんですけど、今回はこれで終わりたいと思います。以上、藤野130KGでした。ご視聴ありがとうございました。